ったね今回はね。はい、今までね、そう私たちが集めたモルモットグッズをね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思ってこの動画を出したいと思います。思います。動きがうるさい。思います。思います。はいこのちょっと待って、はい、この部屋実は配置がちょっと変わったんですけど気づいた人いましたね。気づいたら相当すごい、ね、相当すごいこれがここにあったのがこっち向きに移動した感じです。そう移動したんだよね。はい、移動しました。じゃあね、こんな感じで今日も楽しくやっていきましょうレッツラゴー。いいのこんなはい、じゃあまず一つ目のねモルグッズではラゼちゃんです。なんでおい私はグッズじゃないのにはい、今日はじゃあラゼちゃんと一緒にね紹介していきたいと思います。思います。はい、じゃあどうぞはい、それでは紹介していきたいと思うんですけど、まず1つ目、これナムコさんとのコラボでゲットしたこの花嫁モルカーとこのシェルティちゃんのボワボワモルカーと、あとこのなんだっけ救急車モルカーなんていうのこれ、救急モルカー、救急モルカー、救急と、あとこのシロモがさ誘拐されちゃってる時ねと、映ってるでしょ、ここ映ってますよねと、あとこのパトカーモルなんていうのハトモルカー、これで全部、はい、これじゃあモルカーと、あともう一つナムコさんのコラボの時にゲットしたゾンビモルカーです。はい、これは ね2500円ぐらいで取ったかな。これ以外の種類もあったんですけど、こっちは全コンプしたんですけど、こっちはちょっと難しかった感じです。これは第1弾で、これが第2弾のやつで、でもうすぐね第3弾がやるらしいので、またその時はね頑張ってゲットしよう。その時は報告したいと思います。はい、はい、続いてはこれどこで買ったの？これはね、横浜にある動物園のズーラシアという場所で買った売店とかに売ってるような、はい、お土産コーナーとかに売ってる感じのこのねモルちゃんたち、はい、3匹のモルちゃん、はい、オカピでね有名なズーラシア動物園で行ってみたんですよね。買いました。かわいいです。これちょっとミルちゃんっぽいし、これラテちゃんっぽくてちょっと合ってる。これは誰だろうはい、マキちゃん色か。はい、でこれなんていう名前だっけ、これチョコちゃんのマスクです。これちょっとでかいんですけど、パパがちょうどよい。おくそ、新しいんで匂いがするんですけど、これはチョコちゃんのマスクです。はい、はい、続いてガチャガチャで、これそうガチャガチャで300円ぐらい。はい、400円だっけ？400円だっけ？今ラセちゃん食べてんのこれでー、ボックス4のねヘルシートリーツ with ペパーミント、試供品でもらいました。はい、これはこれ UFO キャッチャー買ったやつ、それはね買ったやつで雑貨屋さんに売ってたの。これをキューってやるとこれを食べにこうやってガンガン進んでいくんですけど、こうやってひょーラゼちゃんがなるやつです。はい、こうするか。そしてあとは小モル、ちっちゃいモルちゃんたち、ちょっと前に行きますね。これはい、7月に発売されたばっかりのガチャガチャ5種類あるんですけど、今日はね5種類コンプリートしてきました、はい、どんだけ回してみたって感じですはい、めちゃめちゃ探したとか言って1軒目で見つけたんだけど、おうおういつ買ったんだっけ？今日か、うん、今日、7月の何日、今わかんねえ。あ、15日だ。15日、はい、こんな感じでめっちゃ可愛いんです。これお気に入りがこれ、お尻にねハートマークぷいぷいぷい可愛いんですよ。はい、ぜひね見つけたらやってみてください。ちゃんとお尻にね尻尾ないんですよ。ほらハムスターちゃんじゃないの。ちゃんとお尻にほら尻尾ないの。モルちゃん尻尾ないからね。はい、これ何ぐらいだった？1回300円です。1回300円。はい、さっきから目がゴロゴロして。はい、はい、続いてですね、この付箋ぷいぷいモルカーの付箋と、まあぷいぷいモルカーばっかなんですけど、ぷいぷいモルカーのばっか、前回ね、ペレットを紹介した時にペレット皿に貼っていた付箋ですね。はい、はい、めっちゃいろんな種類、はい、こんな感じで、これね2種類あったんだけど、ママはこっち選びました。はい、はい、続いてこの缶バッジですね。なんだっけ、このポテトっていうの？ポテトとアビー。ポテトとアビーの缶バッジと、あとこれです。いっぱい。名前がちょっと覚えられてないんですけど、これです。そして最後にさっき耳につけてるこのバッジと、磁石です。磁石、はい、3種。どこでゲットしたんですか？え、一生懸命くら寿司で食べたじゃん。くら寿司だ死ぬかと思ってさ、白もかっこゾンビ化と、このなんかポテトとはい、それはテディちゃん。テディちゃんです。はい、モコちゃんと同じやつだっけ？モコちゃんと。よし、はい、じゃあ最後にね、この末っ子ちゃんのつけているこのモルモットのイヤリング、めっちゃ可愛くないですか？これなんとツイッターの抽選で当たって、でゲットしました。いやん、それと一緒にこのシールが入ってて、このシールもめっちゃ可愛いんですよ。こちらラテちゃん、はい、こちらは末っ子ちゃん、知ってるわはい、でね、いろいろこう紹介してみました。はい、はい、ではね、今日はこんな感じでモルちゃんグッズ、モルカーグッズを紹介させていただきました。はい、この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にコメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。長男とママでした。バイバイ。バイバイ。